パイネットワーク、なぜこんなにも日本人ユーザーが少ないのでしょうか。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野です。今回の動画ではパイネットワークがなぜ日本人ユーザー少ないのかということについて触れていきたいと思います。パイネットワークなんですけれども、結構ね、日本人の会員さんがかなりね少ないと思います。私がね紹介を受けた時は、まあ、日本でなんか200人くらいしかいないと。でさすがに200人っていうのはねちょっと少なすぎるかなと思って、ただですね、いろいろ調べていっても情報なかなかね日本語の情報出てこないですし、結構ねもう200人は少なすぎるとは思いますけど、かといってね1000人2000人3000とか、まあ、それくらい、まあ、多くても1万人くらいなんじゃないかなとね。もっともっとね日本で仮想通貨ね盛り上がってるので、もっとねパイネットワークも盛り上がってもいいのかなと、はい、思いました。ところでパイネットワークって何と、ね、いう方もいらっしゃるかと思いますので、こちらの動画の方でパイネットワークの概要と、あと登録方法ですね、解説してますので、初めての方はまずはこちらの動画を見ていただくことをお勧めします。この QR コードからね動画にアクセスできますので、この画面をスクリーンショット撮っていただいて、後でね見ていただければと思います。パイネットワークですけれども、 YouTube でね検索するとものすごくね、検索結果出てきます。ただし海外のね YouTube 動画になります。で海外ではめちゃくちゃですね盛り上がっています。はい、 YouTube でねパイネットワークというふうにね検索すると、まあこんな感じでね結果が出てきます。おかげさまでね私の動画一番上に出てきてますけれども、はい、こんな感じで、まあ、2番目が日本人の方ですね。でそれ以外はですね、日本の方のね動画が見当たらないんですよ。ほとんどがですね、これ韓国ですかね、はい、で、これはインド人の方ですかね、はい、でこんな感じでね動画はね本当にすごいたくさんあるんですよ。すごいたくさんあるんですけども、あ、これはでも XRP だからリップルですよね。はい、こんな感じで、これ広告か、はい、でこれはねアラビア語ですかね、はい、こんな感じでもう本当に、動画はものすごくたくさん、はい、出てきますが、残念ながらね日本語の動画というのは私とねもう一人の方の動画くらいしか出てこなくて、はい、ずーっとこんな感じですね。はい、もう本当に、しかもですね、こう2ヶ月前1ヶ月前1ヶ月前10ヶ月前、9時間前とかありますね。はい、新着11ヶ月前2ヶ月前5ヶ月前、まあ、こんな感じでですね本当に、もう1年くらいですね、ずっとこんな感じでいろんな様々なたくさんの動画ありますけれども、残念ながらね日本語の動画っていうのがもうほとんどね私の動画くらいしかないということで、ものすごくね日本人の方にとっては情報をね得る手段が限られています。はい、すごいですね。もう本当にどれだけ動画出てくるんだよっていう感じなんですけれども、もうねこれだけ探しても日本語の動画全然出てこないですよね。はい、ね、はい、こんな感じです。はい、ね、詳しくはねご自身でね検索してみてください。こんな感じでね海外ではものすごく盛り上がってます。はい、で一方でですね、じゃあ日本ではというとね、先ほどもね見ていただいたように全然ですね、動画を投稿している人がもうほとんどいないね。私ともう一人くらいの方くらいしかいなくて、まあ、もう一人の方も1本動画を上げただけなので、まあ、実質もう私の動画しかないんじゃないかというくらいですね、日本では、はい、まだまだですね盛り上がってませんね。じゃあね、なぜね、パイネットワーク日本で盛り上がらないんだろうとね。パイネットワークですね、もっとね流行してもいいと思うんですよね。でまあね、じゃあね、その私がねなんでもっと流行してもいいかと思う根拠なんですけれども、まずですね金銭的リスクがないんですよね。お金をね、自分のお金、初期投資がいるわけではないですしね、もう投資資金ゼロから始められるということで、で今のところね、そのなんか溜まったパイを引き出すのになんかお金が必要というお話もないですし、まあね、お金を引き出すこと自体第3フェーズに入ってからなんですけれども、まあね、多分そういったこともないと、はい、考えられますし、特にね、まあ、もしねお金を要求されたんだったらやめればいいだけなので、本
当に金銭的リスクというものがないので、まあ変なね、あのハイプとかに投資するよりは全然いいんじゃないかと、はい、私は考えています。はい、でもう一つですね、日本のねスマホの所有率なんですけれども、こちらがですねもう国民の8割以上持っているというデータがあります。はい、こちらはね総務省の通信利用動向調査という資料を、ね、引用しましたけれども、ここですね見ていただきたいのがスマートフォン、ね、2008年からずっと載ってますけれども、まあ、最近ね2018年ということでもうね 79.2% とね、まあ、もちろんね2台持ち3台持ちとかしてる人もいるかと思うんですけれども、もうね国民の8割がスマートフォン持ってますよと。でこれ2018年のデータなのでね、今2020年ということで、まあ2年経って、まあ、さらにねもっと数字は上がっているかと思います。はい、これだけねスマホを所有している人がいるので、スマホでマイニングできるパイネットワークね、もっと広がってもいいんじゃないかなと、はい、個人的には思っています。そして3つ目ですね、仮想通貨のオーナーね、でビットコインの購入金額、これがですね日本は実は世界一なんですよ。皆さんご存知でした？はい。まずこちらですね。ダリアリサーチというところの資料なんですけれども、こちらが、仮想通貨をね、持っている人たちの割合ということで、日本がね、まあ断トツではないんですけども、それでもね、1割以上ということでね、1.1 割で日本がトップと。ね、次いで、まあドイツとかアメリカとか、で、平均は 7% なので、まあ平均よりもね、全然多いと。ね、で他の国、これインはインドですかね。で、コリア、ブラジル、DE はデンマークですかね。はい。ね、で中国が 3% って意外とね、少ないのがちょっとびっくりですけれども、はい。こんな感じでね、日本人、仮想通貨に関しては、世界で一番持ってる民族だということなので、だったらね、パイネットワークという仮想通貨も、所有してもいいんじゃないかなと思います。はい。でもう一つがこちらですね。こちらはビットコインを、ね、持っている割合ですね。ビットコインに限った、先ほどは仮想通貨全体なんですけれども、こちらはビットコインですね。でビットコインの所有率で見ても、日本がもうね、ダントツですよね、これね。もう半分を日本人が持っているということがね、出ています。はい。ね。で、ね、これだけね、仮想通貨に関して、まあ、たくさん所有している、特にビットコインなんて半分以上ね、持っているのに、なぜね、これだけ仮想通貨に関心があって、所有量も多いのになぜ、パイネットワーク、ね、同じ仮想通貨なのに、日本で流行っていないのかというところですね。はい。こちらをですね、今回は、まあ、私のね、個人的な意見、推測になりますけれども、まあ、仮説検証してみたいと思います。はい。で、今回のね仮説検証なんですけれども、まず現状分析ね今しましたと。でこれからね仮説の検証をしていきますと。仮説を立てて、その仮説がね、正しいかどうなのかというところを検証していきますと。で最後にですね、その仮説に対してじゃあねどういう対策をしたらいいのかというところをね立案していこうと思います。でこれはですね、問題解決のアプローチとしてのね一般的な手法になります。でこの手法ですね、もう仕事から日常でのね問題とか課題の解決に使える手法になりますので、ぜひですね今回のこのね私のやり方ね見ていただいて、仕事とかね本当に使えますので、私もこのやり方で結構ね仕事でプレゼン作ったりとかしていますので、はい、ぜひこれ使えますので、はい、覚えてみてください。はい、それではね早速仮説の方からしていきたいと思いますけど、まずね一つは英語の壁、これが結構大きいんじゃないかと私は個人的に考えています。はいね、パイネットワークなんですけれども、ウェブサイトもあとアプリもですね基本的に英語なんですよ、ね、で一応ですね、Q&A とかねウェブサイトの方行くと、他の言語が選べるようになってますと、ね、で英語以外に10カ国語の言語に、翻訳ができるんですけれども、なぜか、ね、日本語は非対応になっていますと。でこちらがね、その、言語を選択できるところなんですけれども、上からね、英語、スペイン語、ギリシャ語、ドイツ語、オランダ語、フランス語、韓国語、ポーランド語、ベトナム語、トルコ語、中国語という感じでね、
翻訳できるんですけれども、ここにね、日本語のね、選択肢がないんですよ。ね、日本語あっても良さそうじゃないですか。で、なんでね、日本語非対応なんだろうというところなんですけれども、ね、まあ、もしかして運営がね、日本をマーケットとして、まあ、視野に入れてないのかなというところをね、ちょっと考えてみました。で、いろいろね、こう調べてみましたと。で、こちらはですね、まず人口ですね、世界の国の人口なんですけれども、日本はですね、今、ね、世界で10番目に人口が多い国です。で、これちょっとね、資料が古いんで、2018年の資料ですかね。なんか、去年か今年でしたかね、日本11番目にね、後退したみたいです。ね、やっぱり少子高齢化ということで、メキシコとね、逆転しているようです。まあ、それでもね、まあ、世界のトップ10、まあ、トップ11にはいるので、人口としてはね、まあ、多い方じゃないかと、ね、上から数えた方が早いと、ね、全世界で確か193カ国でしたかね、今あるんですけど、その中の、ね、トップ10、トップ11ということであれば、十分ね、マーケットとしては魅力のあるマーケットなんじゃないかなと、私は考えています。はい。で、こちらはですね、言語の、ね、使用者ランキングですね。こちら、ソースネクストから、画像を拝借してますけれども、ね、上から中国語、スペイン語、英語。英語が意外と3番目なんですね。はい。で、日本語はというとですね、9位と、ね、1億2800万人。まあ、日本人全員が日本人使ってるからこういう数字になるんですけれども、はい。ね、まあ、人口では、まあ、10位になってます。だけれども、言語としてはね、9番目に話されているということで、こちらもね、全然ね、マーケットとしては、ありかなと、ね、いうことになるかと思います。ね、人口でも10位で、日本語の話す人の人口でも9位ということなので、もうマーケットとしてはね、全然十分じゃないかなと思うんですけれども、ね、やっぱりね、この辺、まあ、英語、スペイン語、中国語、ね、人口が多いのは確かなので、ここはね、当然かなと思うんですけども、この黄色いところですね、ギリシャ語、ドイツ語、オランダ語、フランス、韓国、ポーランド、ベトナム、トルコ、これね、日本よりも少ないんですよね。日本語話す人よりも少ないのに、ね、ここに並んでいると。なんで日本を差し置いて、ね、この日本よりも話す人たちが少ない言語を、まあ、採用しているのかと。ここちょっとね、非常になんか不思議というか悔しいというか残念なところであります。はい。で、なんでね、じゃあ日本語ね、対応してないのかというところでね、またちょっとね、深掘りしてみると、日本語対応してないから、まあ日本語、日本で盛り上がらないのか。ないのかなということがね、一つ考えられます。まあ、確かにそうですよね。もう英語といった瞬間に拒絶反応する人かなりね、多いと思います。ね。一方で逆にですね、日本でね、全然こう、やっぱり盛り上がってない。日本で盛り上がってないから、日本語対応されてないというね、考え方もあるのかなと。一体どちらなんだと。ね、卵が先か鶏が先かという、まあ、議論にはなりますけれども、まあ、多分ね、まあ、どちらかなんじゃないかなということでいろいろ考えてみました。で、いろいろね調べていったところ、パイネットワークのアプリの中にあのねインフォメーション運営からのインフォメーションアナウンスメントが見れる、チャットの中ですね、チャットの中に運営からのアナウンスを見れるんですけれども、それを遡っていくこと、2019年のね6月22日のアナウンスメントにこういうね投稿がありました。更新及び翻訳された FAQ をチェックしてください。パイについて質問がありますか。コミュニティメンバーの協力を得て FAQ を更新し6つの新しい言語に翻訳しましたとね、いう記載がありました。これね、もともとパイネットワーク多分ね英語からスタートしていて、でそのうちにですね、やっぱりそのコミュニティの中の人がね、もっといろんな言語に翻訳しようと
ということで6つを追加したような感じです。で今ではね、英語以外に10個の言語に対応しているんですけれども、まあ、この時はねまだね、3月スタートなので3ヶ月後に、まあ、6つの言語に対応したということでこのアナウンスメントがあったのかなと思います。はい。でここから推測するとね、パイコミュニティの中に、まあ、日本人がいないと、ね、もしくはいるんだけれども本当に少ないと、ね、いうことで日本翻訳するメンバーがいないことが、まあ、日本語対応してないということの原因なのではないかと考えました。で、とりあえず、まあ、日本語対応されていないというのは、特にね、運営が日本をマーケットとして考えていないとか、そういうことではなくて、たまたまね、パイコミュニティメンバーの中に、日本語翻訳する人、まあ、できる人といえばいいんですかね、がいなかっただけなんじゃないかというふうにね、思います。はい。はい、そして仮説の2つ目ですね、若者の壁と、いうことで若者の間で普及してないことが、まあ、問題なんじゃないかという仮説を立ててみました。スタンフォード大学にね留学する、まあ、日本人の若者が少なくなっているという情報をちょっと見つけました。はい、こちらなんですけれどもね、こちらはスタンフォード大学にね今通っている、渡辺博さんという方ですね。この方結構そのツイッターで今フォロワーが結構2万人以上でしたかね、結構あって、やっぱりね現役の、スタンフォード大学の学生ということでね注目されています。でその、まあ、4月の投稿なんですけれども、本校 MBA の日本人の来期入学者の全員が日本ではなく海外の名門大学出身など時代の移り変わりを感じると、これからの優秀な若者は基本的に学部から海外大学なのかと、今後日本の大学の進化が問われるという投稿をしています。でこれを見まして私もなるほどとね思いました。でどういうことかと言いますとね、昔はですね、まあ日本の高校を出てね、でそこからまあ日本の大学に進学しますと、でさらにですねもっとこう MBA を学びたいとか、ね、海外に留学したいというところで、まあ、日本の大学を経てスタンフォード大学と、ね、いう、まあ、道があったのかなと。で留学した後はですねやっぱり日本に戻ってきて、まあ、就職するというのが昔はまあ一般的だったのかなというふうに考えます。で日本に戻ってきた時にやっぱりねスタンフォードはこうだったよとかね、スタンフォードでこういうことが流行ってたんでっていう感じで同級生とかね後輩とかにこう教えることで、まあ口コミっていうのが広がっていくのかなというふうに考えました。はい。ところがですね、ね今はですね高卒ね高校出た後日本の大学に行くんじゃなくていきなりねもう海外の大学行っちゃいますと、もうなんならですね高校からすでにもう海外の高校に行ってますとねいう人たちがもうそこからねもう海外アメリカだったらアメリカからそのまますぐにスタンフォード進学してしまうとねいうことで、でもうねかなりですねもう海外歴が長いのでもうそこからねわざわざ日本に戻ってこなくても海外もっともっといい会社ねいっぱいありますし、まあやりたいことを見つけて日本でも戻ってこなくてそのまま海外でね就職しちゃうという人が結構増えてるのかなと。でそうなるとですねやっぱり日本に戻ってこないとねこう海外のこう情報とかね日本のその同級生だったり後輩だったりね友達だったりっていうのがやっぱりこう伝わってこないと、まあ、そういうことで若者にはパイネットワークね全然伝わってないのかなというふうにちょっとね考えてみました。ちょっと強引ですかね。はい。でねやっぱりねこうアメリカの大学とかね留学しても結局日本に戻ってこないからもう学生とか若者に広まらなかったんじゃないかとねいうことをちょっと考えてみました。はい。これもねやっぱり日本でパイネットワークが流行ってない、特にね若者の間で流行ってない原因の一つなんじゃないかなというね仮説を立ててみました。はい。そして3つ目ですね、インフルエンサーの壁というところでここにもね問題があるんじゃないかという仮説です。はい。で仮想通貨インフルエンサーね、まあ仮想通貨 YouTuber という方がいいんですかね。ね、で、
こういう人たちがいますね。仮想通貨、新しい仮想通貨があったら、まあ紹介してね、バン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  YouTube とかで上げてったりとかね、あとはセミナーとかでね、登壇してこの仮想通貨いいですよ、上がりますよみたいな感じでね、普及する人たちが結構いました。特にね、2018年2019年とかはかなりね、いましたね。本当に有名なところで言うと、キングオブビットコインさんとかね、はい、あとはね、なんとかトークンを紹介していた方とかね、結構有名なインフルエンサーいたんですけれども、まあ、その人たちね、まあ、パイネットワークのことを全然紹介していません、残念ながらね。で、なんでね、その人たちが紹介してくれないのかなというところをね、もうちょっとこう深掘りしてみましたね。なんで紹介しないんだろうと。で、いろいろ考えていくと、まあね、紹介しても儲からないとね、すぐに現金が入らないというところが、まあ問題なのかなと思いました。で、どういうことかというと、仮想通貨をね、紹介して稼ぐ人たち、まあ仮想通貨インフルエンサーとか仮想通貨 YouTuber とか言われている人たちなんですけれども、彼らはですね、まあこういったものを紹介してますとね。まず仮想通貨プラス投資という感じですね。まあどういうものかというと、どういうものがありますかね。例えば最近だと、PGA ですかね、プランスゴールドアービトラジという、まあ、投資案件あるんですけれども、あれがまさにね、仮想通貨プラス投資ですね。仮想通貨のアービトラジで、まあ、どんどん、資金を増やしていくという投資ですと。まあ、そういったものをね、紹介している人たちが結構いますと。で、その次はですね、仮想通貨プラスマイニングということでですね、こちらはですね、もう、2年前くらいですかね、3年前くらいですかね、ビットクラブというね、マイニングの、まあ、これも投資といえば投資なんですけども、はい、マイニング案件がありましたね。で、これもね、ビットクラブ、ね、残念ながら、詐欺だったということでね、もう残念な思い。私も実はね、ビットクラブ投資していたので、もうかなり残念な結果になったんですけど、まあね、そういうところですね。あとは、最近だと、マインとかいうコインですかね。マインとかいうコインのマイニングとかあったと思います。ちょっとね、忘れちゃいましたけれども。はい。そしてですね、去年ですかね、これは一番流行ったのは、仮想通貨取引所プラス独自トークンということでね、新しい仮想通貨取引所がね、オープンしますよと。で、そのね、新しい仮想通貨取引所内で、使われる独自トークンっていうのが上がりますよと。いうことで、一番ね、有名なのは、バイナンスの BNB というね、トークンだと思いますけれども、まあ、そういう感じでね、まあ、バイナンスのその BNB のスキームを真似て、ね、いろんな仮想通貨取引所出てきました。ね、私もちょっとね、騙された、ね、失敗した、取引所トークンありますけれども、まあ、こんな感じでね、仮想通貨関連のいろんな投資とかマイニング独自トークンを紹介して、まあ、稼いでいた人たちがいますと。で、これらはですね、MLM 方式ですね、マルチレベルマーケティング方式を採用していて、まあ、紹介するとね、その紹介した人に報酬が入るとね、紹介すると紹介者の投資金のまあ 25% から 10% も、これはね、その案件によって比率が違うんですけど、もっとね、大きいものもありますし、もっと小さいものもあります。ね。まあ、こういったものが紹介するもとに、すぐに紹介報酬としてまあ入ってきますよと。で、この MLM 方式、何がすごいかっていうと、紹介した人のね、バックマージンが紹介者に入るだけじゃなくて、紹介した人がまたさらに次の人を紹介すると、その人のバックマージンが一番最初に紹介した人にも入ると。ね、それがマルチレベルっていうことで、まあ、結構ね、3段、4段、5段、6段、7段、最近はもう10段くらいまでね、先のレベルの人まで、報酬が入ってくると。ね、だから2段だと、孫ですよね。1段が子供、2段が孫、で3段がひ孫というと、ひ孫の、マージンですね、紹介報酬も親に入ると、ね、いうことで、これが本当に10段先まで入るので、もう本当に紹介すればするほど、儲かるし、紹介人たちが紹介しても
ね、一番最初に紹介した人に、まあ、入ると、ね、まあ、いわゆるマルチ商法っていう形なんですけども、なので特にね、最初に始めた人はたくさん稼げますし、まあ、途中から入ってもね、どん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 紹介して、またその紹介した人がさらに別の紹介者を出してという感じで、本当にもうピラミッド式にですね、紹介していくと、まあ、上にピラミッドの上に行けば行くほど紹介報酬が入るということで、かなりですね、もう本当に、紹介するごとに儲かるという仕組みを採用していました。一方ですね、パイネットワークはシングルレベルマーケティングという手法を採用しています。で、これはどういうことかというと、先ほどはね、マルチレベルということで、子供とか孫とかそういった方の、バックマージンですね、マージンが紹介者に入ってくるんですけれども、シングルということなので1段階ですね、子供の分だけが、まあ、メリットを享受できますよと。で、今回ね、パイネットワークでは、紹介した人、ね、紹介した人は、まあ、マイニングスピードが、まあ、0.1 パイ、1時間あたりね、0.1 パイアップするという特典があるだけです。ね、で、他のね、マルチレベルマーケティングを採用している、まあ、仮想通貨の投資案件だったりすると、もう、ね、その場で、まあ、入金するからなんですけども、例えば10万円入金しましたと。言った瞬間に、その10万円の例えば 25%、 2万5000円が紹介者の方に現金でね、現金っていうか、まあ仮想通貨なので仮想通貨だったりするんですけども、それがね、すぐにまあもらえますと。ところがね、パイネットワークはそもそも無料で始めているので、誰かがね、お金を入れるわけではないので、お金がすぐにね、もらえるということではないですね。マイニングスピードがちょっと上がるというだけで、現金がすぐに手元に入ってくるわけではないということなので、まあね、仮想通貨インフルエンサー、仮想通貨 YouTuber にとって、これ、うまみがないんじゃないかと、ね、いうことになります。まあ、結論で言うと、まあ、すぐにね、現金が手に入ってこないということで、まあ、仮想通貨インフルエンサー、仮想通貨 YouTuber の人たちは、パイネットワーク紹介しないんだろうなということを考えました。はい。そしてですね、仮説の4ですね。まあ、詐欺の壁ということなんですけれども、まあ、仮想通貨ね、残念ながら詐欺のイメージがまだまだ日本はあるのかなと、はい、考えました。ね。やっぱり危険だよと、危ないよと、ね、怖いよと、結構ね、値上がりもするんだけど、結構暴落もするよと、ね、結構損するんじゃないかと、まあ、こういったイメージがどうしてもね、仮想通貨強いのかなと思います。ね、で、パイネットワークもですね、ワンタップで仮想通貨のマイニングができるというね、触れ込みで、もうこれを聞いた瞬間ですね、もう私も最初はね、詐欺だと思いました。そんなわけないだろうと。ね、しかも無料でと言われてね、無料なわけないだろうと。ね、無料と言いつつ最後にね、何かこう、金銭的な要求があるんだろうと。ね、貯めた仮想通貨を引き出すのに、ね、何万円、何十万円必要ですよと、まあ、そういったこう落とし穴があるんだろうとね、私もね、かなり疑いました。で、これはですね、やっぱりね、2017年くらいからですね、2019年にかけて、まあ、先ほど言ったような、まあ、仮想通貨インフルエンサー、仮想通貨 YouTuber がですね、あまりね、良くない、ね、結局はこう値上がりしない仮想通貨案件をかなりですね、紹介しまくったためですね、もう仮想通貨イコール詐欺と、ね、いうイメージがついてしまったのではないかというふうに考えています。ね、で、これね、結構一覧で出回っているんですけれども、ね、この顔を見たら要注意、騙されてませんかということで、この、ね、一覧、ちょっとね、顔はさすがにね、伏せてありますけれども、こういった人たちがですね、まあ、YouTube とかでね、かなり、仮想通貨、この仮想通貨上がるから今のうち買っとけ、みたいな感じで、まあ宣伝していたんですけれども、蓋を開けてみるとね、結局全然値上がりせず、むしろね、値下がりして、もうマイナスと、大損してしまったという被害がですね、かなりもう2017年、18年、19年ですね、出ました。ということで、まあこういうね、人たちの紹介する案件にね、乗っかってしまった人、まあ引っかかってしまったと、ね、
いう人たちですね。まあ、その人たちはかなりですね、やっぱりもう仮想通貨なんで詐欺だみたいなね、印象を持ってしまったんじゃないかと。で、そういう人たちの声を聞いたね、周りの人たちも、やっぱり仮想通貨危ないよね、みたいなね、そういう印象を持たせてしまったのではないかということでね、まあ、推測しています。はい、ということでね、もう仮想通貨と聞いたら、もうほとんど詐欺というイメージがね、結構強いんじゃないかなと、はい、推測しました。そしてですね、マイニングですね。マイニングという言葉もですね、ちょっとね、詐欺をイメージさせてしまうのかなと。ね。例えばですね、やっぱり一番有名なのはビットクラブですね。こちらもマイニングの、まあ、結局は詐欺でしたと。で、最近で言うと、なんかね、マイニングシティとかもね、かなり今、値段がね、下がってるようなので、もうかなり怪しいぞということで、もうマイニングという言葉自体もですね、ちょっと詐欺を連想させているのかなと。はい。そしてあとはワンタップですね。ワンタップという言葉もですね、かなり副業系とかね、あとは無料オファーとかでよくね、ワンタップで稼げますみたいな、やっぱりコピーで使われるので、このね、ワンタップっていうのも若干ね、詐欺を連想させてしまうのかなと、はい、思いました。ね。まあ、繰り返しになりますけれども、やっぱりね、こうやってね、ワンタップ仮想通貨マイニングって書いちゃうと、もうどうしてもね、詐欺っぽく聞こえますと。いうことなので、まあ、これがね、パイネットワークを、こう、日本で広がっていかない原因にしてしまっているのではないかというね、仮説になります。はい。ということでね、仮説としてね、4つ挙げてみました。まずはね、英語の壁、そして若者の壁、あとはインフルエンサーの壁、そして詐欺の壁ですね。で、これらの壁をまあね、乗り越えられれば、日本でもパイネットワークのユーザーが増えるのではないかと、ね、いうことで、はい、対策ですね。どうすれば日本でパイネットワークが盛り上がるかというのをね、先ほどの4つの仮説に対して、それぞれ対策をちょっと挙げてみました。はい。まずね、1つ目の対策、英語の壁なんですけれども、やっぱりね、英語から日本語というところですね、もう結構ですね、やっぱり皆さん、英語の壁っていうのがかなりハードル高いみたいで、ね、ちょっとでもこう英語が出てくるともう毛嫌いしちゃうという方、かなりね、日本人の中で多いんじゃないかなと思います。私もね、苦手です。ね、Google 翻訳とかもう使いまくってね、なんとか頑張ってますけれども、ね、まあこういったね、課題があるので、まあ、そこはですね、私、八野が頑張って、ね、Google と協力してって書いてありますけど、別にね、Google となんかこう提携するわけじゃなくて、単純にね、Google 翻訳を使うということなんですけれども、ね、頑張ってね、Google 翻訳を使って、まあ、日本語で動画を撮って解説していこうと、はい、思います。そして対策2ですね、若者の壁ということで、こちらもですね、頑張ってね、まずは私が、YouTube に動画をアップしますので、ね、ぜひですね、この動画を見ている若い方、ね、同僚とか後輩とか、ね、若い方にバン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 紹介してください、ね。で、あとですね、多分私の動画を見てる人って、基本的に私と同世代のね、まあ、50代前後、ね、アラフィフの方が多いと思います。なので、まあ、その方たちはですね、ぜひ息子さん、娘さんたちに紹介してください。多分ですね、普通に、ね、お子様多分私と同世代だったら、もう20歳くらいとか25、6くらいとかね、かなりいい青年、ね、なってる方たちだと思いますので、まあ、そういった人たちにね、こう紹介して、もう広めていただけたらなと思います。で、さらにですね、私よりもこう、年上の方、ね、60、70の方たちとかは、まあ、息子さん多分30代、40代だと思いますし、ね、息子さん、娘さんたちはそのくらいの世代で、孫、ね、孫の世代ってちょうどね、20歳前後くらいなんじゃないかなということでですね、私よりもこうね、上の方は息子さん、娘さんだけじゃなくて、孫の世代にもね、紹介していただけると、ね、若者にどん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 広がっていくのかなと思います。で、結構ね、若者はこういうね、テクノロジーとかには敏感で、受け入れやすいというね、性質がありますので、結構若者からね、ブワーッと広がるっていうことをね、期待できるんじゃないかと。
ということで、はい、頑張ってね、私の方で YouTube の動画バンバン作っていきますので、その動画をね、ぜひ、拡散、共有していただけたらと思います。はい。そして、対策の3つ目ですね。インフルエンサーの壁に関してなんですけども、こちらもね、やはりですね、私が頑張って YouTube の動画をアップしますね。私自身はまだね、チャンネル登録者2000人ちょっと超えたくらいなので、インフルエンサーとしてはね、全然役に立たない存在ですけれども、ね、まあ皆様が私の動画を見ていただいて、ね、グッドボタンを押していただくことで、ね、グッドボタンを押すと、YouTube 上のそのアルゴリズムで、おすすめにね、こう、出やすいということがあるようです。なのでね、ぜひパイネットワークの動画見つけましたら、グッドボタンを押していただけると、ね、より拡散しやすくなるので、ね、ここはご協力いただけたらと思います。そしてですね、まあ、ご自身も多分パイネットワークやってね、マイニングスピードを上げたいと思いますので、紹介者ね、出すと思うんですよ。で、その紹介者の方に、まあね、ハチノの動画で、パイネットワークのことを勉強してくださいねと、ね、おすすめしていただけると、よりね、視聴者が増えて、まあ、紹介されやすい、おすすめされやすいというふうになっていくので、ここはね、皆さん協力していただけると、はい、ありがたいです。そして対策の4、詐欺の壁ですね。こちらはですね、もう仮想通貨ね、イメージをね、変えるしかないと。ね。で、仮想通貨自体はね、詐欺でも何でもないんですよね。まあ一部ね、JP モルガンの会長とかが詐欺だとか言った記事が過去にはありましたけれども、まあそういうね、彼らもね、しっかりと仮想通貨投資やってますからね。はい。なので、仮想通貨自体はね、全然詐欺でも何でもないです。ね。未来の通貨、デジタル通貨とね、いうね、ブロックチェーンという本当に、革命的な技術ですね。これを使って、まあ、フィンテックの一つですよね。はい。なので、仮想通貨自体っていうのはね、全然、詐欺ではないと、ね、私は本当に信じています。ただですね、その仮想通貨を、ね、ネタにした、ね、仮想通貨の周りで詐欺っていうものが結構横行しています。はい。でね、こちら、ビットコインは決して怪しくない。怪しいのはビットコインをネタにした詐欺まがいのビジネスだと理解しましたと、ね、いう、まあ、言葉を引用してますけれども、はい。実はこれね、警告本ということで、私が書いた書籍です。はい。ね、ちょっと宣伝になっちゃいますけど、まあ、仮想通貨についてね、こういう書籍も出してますので、ご興味ある方は、この QR コードを読んでいただいて、読んでいただければと思います。Kindle の会員の方はね、無料で読めますので、はい、気になった方はぜひお願いします。はい、すいません、宣伝でした。で、ね、まあ、この詐欺の壁については、ね、私、ハチノの方で、しっかりね、調査して、まあ、事実をね、お伝えしていきますので、まあ、もちろんね、その事実を、調査して調べた上で、私の意見というものもね、動画には載せてますけれども、とにかく事実、ね、どういうことが起きているのかという事実をしっかりね、動画で伝えていきたいと思っています。はい、ということでね、以上4つの壁に対する4つの施策ですね。この施策を実行することで、日本でもね、パイネットワークのユーザーを増やすことができるのではないかと、はい、考えていますのでね、ぜひぜひやっていきたいと思います。はい。でですね、じゃあなんでね、ハチノはこんなことをしているのかと、ね、いうことをね、疑問に思う方もいらっしゃるのかなということなんですけども、やっぱりね、ユーザーが増えれば、ね、パイに価値が出ると、私はね、考えています。はい。ね、ユーザー数がね、今のビットコインに比べて、パイユーザーの方が、もう、すごく大きくなると。ね、もうビットコインよりも、パイコイン、ね、パイネットワークのコインを使おうぜという風になれば、本当にね、価値っていうものが出てくると、ね、私は考えています。はい、ということでね、私としては、まあ、パイネットワーク、投資の一つかなと考えています。ね、情報収集したり、まあ、動画作成したりと、ね、こうやってね、時間を使って、まあ、パイネットワークというものに投資しています。お金はね、全然かからないんで、金銭的な投資というのはしてないんですけども、こういう時間ですね、時間をパイネットワークに今、ね、つぎ込んでいるということで、まあね、投資をしているというふうに捉えています。はい、ということでね、長々と、
喋ってきましたけれども、まあね、これからもパイネットワークの情報ね、全然全然少ないので、まあ私がね、頑張って皆様のために発信していけば、もっともっとね、日本でも広がるのかなと思ってね、頑張っていきますのでね、応援の方よろしくお願いします。じゃあ、どうやってね、応援するかっていうと、まあ単にね、あの動画を見ていただいて、まあグッドボタンを押していただくと、もうこれだけでね、応援しているということになりますので、ぜひね、ご協力いただけたらと思います。本当にね、やっぱりパイネットワークの情報、私自身も、パイネットワーク始めようと思った時に、本当にこのね、プロジェクト大丈夫なのかということで情報収集したんですけれども、全然ね、日本語の情報がないんですよね。で、海外の方はね、結構先ほどのね、動画を見ていただいたと思いますけれども、海外の方はかなりですね、やっぱり盛り上がっていて、情報がたくさんあるので、頑張ってね、海外の情報をね、日本語に、訳しながら皆様に伝えていけたらなと思いますので、頑張って、はい。パイネットワークの動画もっともっと増やしていきますので、はい、応援よろしくお願いします。ということで、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。今日の動画がね、今回の動画が良かったよと、役に立ったよという方はぜひね、グッドボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハッピーパイデー。